見てください。あ、たくさんいてますよ、いっぱいいてますよ。あ、あそこにいるのはまさか、ね、鼻水だ完全見切り発車でございますがというわけで、社長さんがいたのですね、爆裂祭りに持っていく目玉商品をご紹介いただけるということでですね、今ご用意していただいております。はい、こんにちは。マック坂井様にもね、ご紹介いただいたんですけども、タイタンのバージョン3用が去年の12月に発売になったので、早速これを組み込んだ AK なのにトリガーフィーリングがえぐい、不思議なフィーリングの気持ち悪い感じのちょっと触ったら発射されるようなね、ものを一応は持ってって、お客様にまあ電子トリガーのレスポンスというのがどんなものかっていうことをね、体感していただきたいと思います。あとはですね、前々から持ってってるんですけど、うちのヴィンテージとバトルダメージとハードウェザリング加工してあるリアルボルトリブローバックの入った AK、まあ、前回ね参加された方はまたかよって思うかもしれないですけど、今回初めて来る方もいると思うので、こちらもご用意していきたいと思います。で、AR 系についてなんですけど、ちょっと今、雑誌社様から取材が入っておりまして、そっちに今撮影のため預けているので、当日のお楽しみで、その雑誌取り上げられるほどの目玉商品がその爆裂祭りに来れば見れるということですね。そうですね、射撃もでき大丈夫です、はい、もちろんそれもタイタン入ってますので、お金に糸目をつけないマックスのカスタムを全部持ってって、販売は多分しないし、多分そんなのポンって買う人はいないと思うんでね、それをまあ体感していただいて後で悩んでいただいて、でスックンが買うみたいなねでも私もその打たせてもらったそのフィーリングの良さで、はい、タイタンをちゃんと買いました。ああ、そうですか。タイタンだけをまず買って、あ、本体ちょっとそこまで予算が回らなかったのでまずタイタンを買って買うところから探しながら、なるほどですね、こちらで買わせていただきました、はい、ありがとうございます。あんまり多分物販については評価しないかもしれないです。あ、見に来ていただければいいなと思って、あのもちろんね何も売れないわけではないですけど、はい、まあ、特別限定のモソとかは出てくるとは思いますので、モソニアソ、モソニアソですね、モソニアソ。これはあのサコムワークスさんにちょっと、その日だけの特別な仕様をね、何か依頼してもらっていきたいと思います。こういうところにベルクロがついていて、こうあの装備につけられるっていうのが一番いいですね、うん、でよく迷子になってんだよね、フィールドでね。この前なんか半年ぶりに出てきて、フィールドから出てきたっていう半分使ってたじゃん迷子のモソニアソも見つかるという実験場が起きた。もしかしたらこれ、はい、はい、これですね、ここ、はい、バッグが白くてよくわかりませんはい、あ、ちょっとどうですか、はい、これですね、あの UAB っていう競技向けサバゲーがありまして、これで、ね、あの UAB1 にうち の, あのちょっと店員が本当たまたま運よく優勝しちゃったんですけど、それもこれも彼が当日大会に用意してた銃が全部当日ぶっ壊れちゃって、どうって貸したらこれを使ったら彼が優勝しちゃったんですよ。だから僕のおかげで優勝しちゃったんですよ優勝期ってことですね、はい、これはそうですね、はい、で話が長くなったんですけど、まあ、要するに不足位置をこういうふうにあの下げるパーツ今開発してまして、これあのプロトタイプなんでちょっとあのもうちょっと設計の仕様が変わるんですけど、間に合ったらデモ機出すか販売するかっていう感じするかもしれないです。うん、はい、結構ストックをこう下げるっていうメリットとしては、まあ、マスク、こういうフルフェイスのマスクをよく UAB の人たちが好んで使ってるんですけども、こういう時っていうのは、はい、まあ、ストックがまっすぐだと、まあ、サイトが覗けないと、はい、まあ、そういう理由もあって下げてるんですけれども、私が一番気に入ったところがローポジションからですね、片付けのそのままの状態でサイトが普通に覗ける、うん、まっすぐだとってこう上げると、まあ、低いので、まあ、サイトを覗くために顔を寄せないといけないんですが、このストックを使いますとです、ね、このストックを使うともう顔寄せせずにもうそのまま上げた片付けのところで上げたらもうサイトが覗けるという、もう優れものサバゲーのねストレスがなくなるんじゃないかというところですね。これはもうサバゲーユーザーで、こちらの
お、なかなか難しい。全然、ありがとうございます。全く入れない、ね。入れない、ね、この、はいね、ただ幅広くユーザーを考えてくれた仕様の銃をいろいろと触らせていただけると。どの方向にもとんがりますよ、はいはい、なるほど。トゲトゲですよ。エッジ効いてますね。組み込みが、ね、結構あのスッといく機種とそうでもない機種があって、やっぱりちょっと難易度が高くて、何にでもポンポン入れられるかって言ったらそうでもないんですよ。ちなみにタイタンの組み込み込みのお値段っていうのはいくらぐらいなんでしょうか。はい、タイタンがですね、この度、ごめんなさい、新しくなりましてですね、タイタンはパソコンにつなげることでどん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 新機能がアップデートされていくんですよ、はい、であまりにもいろんな、機能が今増えすぎちゃって、以前のプログラミングカードで設定できなくなっちゃったんですよ。あら。なのでもう今は、Android の中にアプリを落として、で携帯につなげて全部設定する感じになっています。はい、でそれでバージョン2が40,280円、これは組み込み代と本体代とその USB リンク代込みですね。で、12月にバージョン3も先ほど発売したと僕は言ったんですけども、それは43,000円。これ、ね、3000円だけ高いのは何かというと、このトリガーの感知センサーが5個ついてたんですよ、バージョン2用は。で5段階でこのトリガーセンシティビティを調節できてたんですけども、バージョン3はそれが5個こうやってついてなくて、距離センサーっていうのになって、距離がどんだけ引いたかっていう距離を読み込むようになって、200何十段階調整は、はっきり言ってもトリガーここからここまで280分割設定すると、はっきり言っても無段階ですよっていう感じで設定できるようになってるんで、まあ、その距離センサー代だけお値段が高くなってる感じですね。自分の好きなトリガーフィーリング、フィーリングというかその切れる場所を設定できるという、はい、そうですね、はい、そのセッティングも込みで、はいはい、で、まあ爆裂祭りではその USB リンクに、まあ、ちょっと皆さんに見れるように大きなタブレットに接続してどのように設定するんだよっていうことを、まあ、実演したいと思います。販売とはいかないと思うんで実演だけして後で欲しければどう、まあ、まあまあ何個か持ってきますけども、はい、ちょっとあの買ってポンで組んで使えるものではないんで、うん、はい、あのね、そう、そんなに入って買ってっても後で困ると思いますのでまあそこは一応数個は持っていく予定ですけども、はい、実演するので、まあ、そこら辺を見に来ていただければなと思います。どういう性能かというのを理解した上で買っていただいた方が、まあ、あとあとちゃんと、そうですね、ただで見に来るかと思っていただけば、僕たちのブースはお金を落としていただこうなんて一つも思わない。後ででいいんで、後でじっくり考えてる。そうですね、センサーの問題でまだ組めないのもあるんですけど、まあまあそこら辺も、お相談に乗りますので、まあ、お金を用意して買ってもらってもいいですけれども、まあ、まず見に来ていただくということで。そうですね、はい、その方がいいと思いますまあお値段が先ほど見たようにね、銃本体代しますので、あ、銃の中に銃入れるようなもんなんでね、あの僕なんかもね、ポンポン売るつもりはないです。あ分かる男に買ってもらえればいいですよね、ツッコミみたいにね。あざす、あざすというわけで、じゃあ爆裂さんを見に来てくださいということで、はい、この辺でよろしいですか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では爆裂祭待ってます。爆裂祭り、爆裂、そう、爆ば、あ、そうだ、誠に申し訳ございません、爆裂祭りでございます。ボスに謝らない、ボスボスギリラ様爆裂祭り3月25日なんで、ぜひ皆さん見に来てください。はい、よろしくお願いします。